俺の名前はゴモンダコ。夏か。ゴモン日和だな。俺が嫌いな人間を拷問で追い込むことがライフワークだ。俺は昔裏社会で暗躍する殺し屋だった。不女暴行の鬼畜を借りたいんだ。殺し屋レイ。金さえもらえりゃ自分以外誰でも殺すよ。8000万円だ。高いな。お前が必殺の仕事人なのは分かってる。だがやたらめったら仕事を受ける。八方美人だぞ。この業界恨みを買うぞ。俺の面見ろ。八方ブスだよ。心配ご無用だ。お前女性を襲うんだってな。股間にとけー。ガー。自分の享楽も兼ねて殺しを遂行していた。殺し屋を辞めた今は人生に絶望した人間を見つけ、仕事をクビになったら生きていけない。俺は君が来るのを首を長くして待ってたよ。グビ。拷問することを生きがいにしている。拷問相手を探すのは裏社会時代につながった情報屋の可能だ。いやー、今回の調査は結構難儀しましたよ。おい、コーラに砂糖入れるな。多様性の時代です。別にいいでしょう。うさんくさい身なりだが腕は確かだ。ちなみに後ろにいるのは拷問女子の桜木だ。さて、今回のターゲットです。ジジだ。桜木、ナイスミドルだ。刺繍がプンプン香るいい男だ。この人の絶望は悲しみで溢れていまして。そうして加納は語り始めた。この男は羽生すぐる。はい、豚玉いっちゃう。ほら、2番さん持ってって。へーす。脱サラして奥さんとお好み焼き屋を営む60歳だ。最初は小さかったお店も今や軌道に乗り、バイトを雇えるほどにまでなった。美濃和君、返事は、はい、ね。はいはい。この子態度悪いんだよな。でもあんまり強く言うとパワハラになるし。じゃあお店閉めるから。先に失礼しますね。片付け頼みますよ。頼まれました。おすっす。この日は月に一度二人で晩酌をする日。バイトに任して家路に着いた。なあ、美濃和くん大丈夫かな。今の若者なんてあんな感じですよ。それよりあの店も3周年ね。あなたの夢がこんなに続いて本当に幸せ。ああ、美穂子の支えのおかげだよ。だが事態は急展開を迎えた。2日後。はいはい、待ってね。はい、お好み羽生。死ね。え？不穏な一本の電話だが、これはこれから降る最悪の雨、最初の一粒に過ぎなかった。それから罵詈雑言の電話はひっきりなしにかかる。飲食店のくせに不衛生、人間やめろ。一体何が。あなた、これ美濃和くんじゃない。は？覗き込んだスマホ画面にはSNS に投稿されたとある動画。もんじゃ焼きならぬおしっこ焼き。顔こそ映ってないが、声間違いない。美濃和だ。結局その日は営業を中止。どうしよう、この鉄板買い替えれば。なんでこんなことに。すみません、あれ変な感じでバズっちゃいました。すみませんじゃないだろ。おい、美濃和からも適当な謝罪だけ。その後やつは現れなかった。お店は信頼回復を図るため改装工事に消毒も行ったが、おしっこ焼き屋のレッテルは簡単に剥がれない。どうしましょう。大丈夫、大丈夫だから。大丈夫じゃなく、半年後お店は潰れた。不幸はドミノに似ている。一つ倒れると次々と連鎖する。美穂子。旦那さんですか。奥さん、ガンが見つかりました。そんな。最愛の伴侶が対応に追われ、体と心をやられ、さらに病まで見つかった。美濃和が行ったのは通称バイトテロ。そのお店で働いているという自覚なく、学生気分でくだらない動画像を撮影。それを仲間内で回すうちに SNS の海へ流れる。責任を取るのはお店側という、まさに愚者のテロ行為だ。羽生は美濃和相手に司法で争った。今回の件は友人が流出させたものであり、本人も被害者です。ですが示談したいと申し出があり。70万だと。美濃和が優秀な弁護士を連れてきて、羽生は丸め込まれてしまった。羽生は金策のためバイトを始め、そして妻の介護を行う日々。あれ、俺の人生意味がなくないか。あがいても好転しない日常が羽生の心を絶望へ手招いてしまった。妻も戻らない、店も壊れた、俺の生きる意味はもうない。美穂子、ごめんな。そうして奴は人生を終わらせようとした。いや、死なせねえよ。冷たくて分厚い壁だな。謝るくらいならするな。誰だ、誰だ。俺はサクッと部屋に突入し、羽生の手を止めた。
そうして俺は奴を詰めてやる。まったく根性がないな。ちょっと不幸が続いたら壊れちまうバカだ。なんでそんなこと。いや、お前に俺の苦しさの何がわかる。わかんないけど、俺だったらこれぐらい耐えれたと思うけどね。煽ってやると人は本性が出てくる。うるせえ。別にいいだろ。俺は耐えられなかった。塗料は人それぞれ。俺は壊れたんだ。だからもう終わりにするんだ。これが本心の言葉なんだ。絶望してるならいいだろう。じゃあ俺が。え、やった。人生もらうねー。うりゃっ。レインメーカーをぶちかまし意識を奪った。そうして俺は気絶した羽生を拷問山小屋に連れて帰る。下道渋滞してるから上で帰るぞ桜木。了解です。なんか食ってます？つけ麺。そうして拷問の準備をしていると羽生は目が覚めた。え、なんだこれ。なんだと思う？シンキングタイム。終了。正解はパリージャです。パリージャは20世紀の南米で生まれた近代拷問だ。金属のフレームに拘束し電気を流してやる。科学技術が生んだ拷問。パリージャはスペイン語でグリル網。ベッドのフレームが似てることからこの名前だ。まあ要は体に電気を流す拷問だ。いけパリージャー、10億万ボルトだ。即死します。最初から。ちなみに電気のダメージは電流で決まる。電流イコール電圧割る抵抗だ。人間の抵抗は場合によって変わるが、4000オームと想定しよう。そして100ミリアンペア食らえば確実に死ぬ。だからその間で徐々に電圧を上げていくんだ。1兆ボルトだ。ヒヤヒヤしたんじゃないの。嘘だよ嘘。それじゃ即死は明らか 100% だからね。長時間電気の攻撃を食らい続けて体も精神も限界値を迎えたその時だった。やだよ。あ、なんだガキみたいに喋りやがって。これこんな最後やだよ。なんでこんな目に。情けない言葉を口にしやがった。桜木、あのバズった動画面白かったよな。ええ、バカ丸出しで最高でした。ええ、動画。そんなバカだから居場所も簡単にわかりました。あらー。扉の奥には先に捕まえて石抱きをさせていたミノワだ。クソが、なんで俺様がこんな目に遭わなきゃならねえんだよ。ミノワくん。はぁ、兄、こらボケ。お前のせいだ。え、何を言って。お前の店で動画を撮ったせいで俺の人生狂ったじゃねえか。あら、グループトークに面白半分で流しただけなのに、ネットに晒されて何するにも特定される。それもこれもてめえが俺を店で一人にしてからだよ。だから動画なんか撮っちまったじゃねえか。俺の人生返せバカじじいが。命を持って償え。なんだと。素晴らしい自己中野郎だな。こいつ自分が悪いなんて1ミリも持ってないんだな。すると羽生の体が震え始めた。何言ってんだ。あ、そして羽生の目に怒りが止まる。全てお前のせいだろ。なんで貴様らみたいな人間は自分の行動に責任を取らねえんだ。人生返してほしいのは俺だよ俺。くたばるべきはミノワ、てめえの方だ。死んでたまるかバカ野郎。こいつは死への疑問、そして生へ執着が生まれちまった。まあいいや、つまんねえジジイだ。俺は生きたい人間には全く興味がない。ターゲットチェンジだ桜木。円錐切り。あら、動けないミノワを拘束。寝てるなよバイトテロ野郎。ビリビリマッサージスタート。あら。そして電気で目を覚まさせてやる。あ、なんだこれ。なんで俺がこんな目に。話せよハゲだるま。おーおー、逆によくこんな目に遭ってるのにそんな口が聞けるな。聞けるよ、俺の生きる権利を壊そうとするやからが。何言ってんの。お前がやった行為も人の生きる意志を破壊したくせに。バカは自分の権利だけ主張して他人の権利は侵害する。それがおかしいことって気づかず人を絶望に追い込むようなバカは俺はこの世にいらないと思ってんだよ。うるえ、熱い。俺は沸騰した老いをミノワにぶっかけた。なんとなくわかるよな。体が締めると抵抗が低くなり。いや、もっと簡単に言おう。感電しやすくなるんだ。あれ、10兆万ボルトだ。あぐブラカ。やらしてくれよ。まだ死にたくないんだよ。謝るから、謝るからさ。
謝って許されるのは幼稚園児までなんだよ。もういいから行け。そうして人体が焦げるほどの電気を通してやった。すると箕輪は煙を吐いて動かなくなった。 SNS にアップしたら炎上するかな。 SNS アカウント持ってんすか。なんだ、加齢臭発生装置まだいたのか。桜木、まさきさんのところに連れてきます。桜木によって闇看護師のもとへ。はあ、筋肉系の異常はあるが内臓的には致命傷はなさそうだ。いだ黙れ、加齢臭ディフューザー。二人とも悪口のセンスが一緒だな。ふぅ、臭かった。エドロの海で泳ぐ方がマシだ。いつもありがとうございます。不快にさせてしまってすみません。いいよ、後で消臭剤買ってこいよ。はい、そうだ。凄腕の殺し屋レインの栄光と絶望をね。レインってなんすか、コードネーム。マサキさんはボスのこと、殺し屋レインのことを知ってるんですよね。あん、誰からその名前を。で、可能しかいないか。殺し屋レインは優秀な殺し屋だった。掃除屋と呼ばれる男から信頼されて、金をもらえば誰だって殺していた。掃除屋、知らない奴が増えた。だが殺しってのは悲しみや怒りを周りに生み出す、その負の力が連鎖してハゲの首を締めにかかったんだよ。なるほど、ぼんやりしてあんまりわかんないな。ってやけに話してくれますね、いつも語りたがらないのに。本当はみゆきの誕生日だったんだ今日。みゆきさん、ボスの彼女だった人ですよね。ああ、今朝からみゆきのことを思い出してた。戦地になってたんだよ。あと、腹立ってたんだよ。みゆきが自分に手をかけなければ、ハゲは血生臭い暮らしから離れて、みゆきと普通の暮らしをしてたのかもなって。やっぱりボスが自分で命を絶つ人を狙うのは、みゆきさんの影響だったのか。まあ、詳しいことは可能に聞け。俺はバカと会話すんのが好きじゃないんだ。こうして今回の拷問は終わった。アニューはあの後嫁の病院に向かった。最近来てくれなかったね、寂しかった。ごめん。先生から話があった。実はがん治療の名医のスケジュールが取れたの。私治るかも。本当か。がんの摘出は無事成功。おいしい、久しぶりに味の濃いもの食べた。腕は衰えていないだろ。そうだ、絶望で忘れていた、美穂子と共に暮らす、それが俺の生きる意味じゃないか。知り合いの飲食店を手伝いながら生きてるらしい。まあ俺にはどうでもいい、俺は人生に絶望したやつにしか興味がないんだから。久しぶりですね、レイン。ああ、誰だそいつ。俺は拷問だこだよ。まあいい、聞いてください。前から独自に調べていたんですが、あなたの愛する人を追いやった人物が判明しました。勝手なことをするな。誰が調べると言った。知りたくなったら教えます。もちろんタダではないです。お仕事溜まってますよ、レイン。